ふふ、私が倒してやるから覚悟しな。デウスエクスムキュナよ。ゆっくりなんだから噛むなよ。さあ行きましょう。今回の降臨はデウスエクスマキナ。本当は初見でやりたかったけど、録画ソフトがぶっ飛んだので、これは2回目の挑戦だよ。一応初見ではなんとか勝ったんだよな。うん、そしてここのバトル1なんですが、一撃で倒さないとスキル延長とか連打してくるので、とっても時間がかかります。ちなみに霊夢はここで3分間の足止め食らってたぜ。でももう大丈夫。今回は最初の盤面がいい感じだったから、風霊が2個積めたね。これなら貫通できそうだな。うん、6コンボしかいかなかったけど、まあ大丈夫でしょう。はい、これでバトル1は突破。次は水のやつだったかな。何こいつ。おそらくここはランダムで属性が変わるっぽいな。非属性だと耐えられちゃう心配が少しあるから、ここは超慎重に、ビシュヌとバステとのスキルを使っていくよ。それにしても、この強敵って表示はほんと心臓に悪いよね。確かに一撃で倒さないとやられる感が出てるから、パズルミスれないもんな。でも、この落ち込むアップと時間延長が加われば、なんとか盤面6コンボ、そしてビシュヌのおかげでめっちゃ繋がって落ちてきたね。これなら突破できそうだな。はい、これでバトル2も突破。お次は2ターンの猶予がある、暗黒攻撃からだね。ああ、ここは少し余裕があるから暗黒を消すことを優先できるな。じゃあ少し時間があるんで、ここで光なのごめんなさいのコーナー、オーカオンのチョイスをかけられ。はい、もうお気づきの方もいると思いますが、帰れま10の新作、全然アップしてませんね。なんで取りダメあるのに。って思う人もいると思うんですが、ここでお知らせ。デウスマーキュリー10のデータ消えちゃいました。やっぱり語学に取っておいたデータを使おうとした私がバカでした。なので、もうちょっとだけ待っててね。さてさて、バトルに戻っていくよ。一応バステとのスキルも使ったことだし、ここは平気そうだな。うん、さすがにこんなとこじゃ負けてられないよ。はい、これで盤面6コンボ。覚醒バステとかだとこれが多いよな。うん、盤面にもよるんだけど、6から7コンボの道のりがめっちゃ遠いんだよね。確かに平均7コンボの人ってパズドラ上級者って感じがするもんな。うん、そしてまたなんかよくわかんないのが出てきたね。あ、でもこのキャラめっちゃかっこいい。マシンタイプってイラストかっこいいから好きなんですよね。確かにイラストかっこいいよな。そして確か次で延長してくるのが出てきた気がしたんで、サノーのスキルも使っていくよ。それもう一個後のバトルじゃなかったっけ。あ、言われてみたらそんな気も。サノーのスキルは3ターン持つから多分大丈夫だよ。なんちゅうむちゃくちゃな理論。そしてここでも盤面6コンボだね。もっと練習しないとな。うん、でも落ち込んだかなりいい感じ。だからなんだかんだ36倍が出ちゃうんだよね。それだからパズルうまくなんないんだろうが。はい、これでバトル4も突破。次もサクサクいくよ。スキル封印にやられるの？嘘でしょ？こちとらスキル封印率 80% もあるんだよ。なのに、その低確率をピンポイントでついてくるなんて。まあ 80% ならしょうがないよな。なんで？だってさ、ポケモンで考えてみると、ハイドロポンプとかストーンエッジと同じ確率だろ？そりゃ 80% なんて信用できませんわ。めっちゃあっさり受け入れられてしまった。まあ私が 100% にしてなかったのが悪いんで、ここはスサノオのスキルを信じて耐久していくよ。そうだな、とりあえず攻撃食らっても全回復できるように、回復ドロップを確保していかないとな。ここは変な落としとか決めないようにしないとね。おっと、ちょうど半分ぐらい食らってしまった。しかもスサノオのスキルが切れてしまってるぜ。ああ、これはやばい。とりあえず回復するためにコンボ決めないとね。でも半分超えたらやばそうだぞ。スキル発動してないからそんなに心配しなくても大丈夫だよ。あ、待って、これは。負けちまったー。しかも、ダメージは24,092。まさかの体力との差は62。これは、めっちゃプラマラしたくなってきた。どんだけポジティブなんだよ。動画のご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録をすると、光ナの新着動画が見やすくなりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。スマートフォンやタブレット端末でご覧の方は、動画の下にある登録ボタンから、パソコンでご覧の方は、この登録ボタンをクリックすると、チャンネル登録ができますので、ぜひともよろしくお願いします。では、光ナの他の動画で会いましょう。したっけ。